これ車だったら、ね、右に左にってもう、もういい加減みたいな大自然の中で寝泊まりするのもオートバイのソロキャンプツーリングならでは。ドカミチバセントラル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。ちょっと違うじゃん、練習と練習と違うじゃん。今回は中日本北上ツーリングの4日目ということで、セールスアシスタントの柳瀬さんと、はい、見ていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。バイク乗ってらっしゃらないから、はい、乗ってらっしゃらないです。乗ってない方目線でも、はい、ちょっと今回いろいろと考察してもらえたらなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、ここまでの中日本北上ツーリングをご覧いただいて。すごい楽しいなって思いました。それ見てないコメントです見てます、見てます。見てないコメントで、ね、しっかり見ました、見ました。楽しそうに映ってました。楽しそうに。どの辺が全部いや見てない4日目の模様ということで、はい、今回はですね、奈良県の黒滝村というところを出発しまして、うん、北上します。最終的にはですね、滋賀県の余呉市にありますキャンプ場で、うん、またソロキャンプ2回目に挑戦です。でそこまでの模様をですね映してありますので、はい、ぜひ一緒に見ていってください、はい、それではどうぞ。はい、ということで、はい、いきなり森から映ってますけども、すごい狭いですね。そうなんですよ、本当にね、対向車が来たらどこに避けるんだっていうぐらいの道で、ガードレールも見てない、本当崖っぷちのところを走ってて、でここは奈良県の山林の中なんですけど、やっぱり千葉と違ってこれだけの山道がすごいたくさんあって、で険しい道をこうやってこうアドベンチャーしながら進むのも、まあ、ツーリングの一つの楽しみかなと。まあ、路面はね、見ての通りこの緑色の藻が生えまくってる。すごい生えてます。すごいよね車でこういうところとか行ったことは、いやー、ないですね。まあ、ないですね。入りそうになりましたら、まあ引き返します。この道幅だったら引き返しますよね。引き返しますね。どんだけバックしないといけないんだろう放射線来たらみたいな。その前に気づいてバックしてそうですね。でここがですね、なんだっけな、吉野奈良県の吉野、千本桜で有名な吉野の町並みなんですけども、うん、結構標高が高いところに、お寺があってですね、まあ、そこはここはその参道になるんですけれども、はい、いやちょっとどんより天気ではどんより天気ではございますね。はい、でここすいません、なんていうお寺か忘れちゃいました吉野にあるお寺、有名なお寺でした。でそのお寺を過ぎて今度は下りながら、ここも参道を走ってます。街並みがすごいいいですね。そうですね、やっぱりその遠くに行ってこそ初めて見れる景色ってやっぱありますからね。やっぱ奈良県初めてでしたけども、やっぱいろんな風情情緒あふれる景色が楽しめてよかったかなっていうふうに思いますね。やっぱその車だとやっぱこういった、まあ、空気感とか風とか、あ、これハリテラスって言って、まあ、西日本の人には多分もう有名、超有名な、まあ、ツーリングスポットっていうかライダーの聖地、串谷っていうウェアがあるんですけど、はい、串谷のカフェが入ってるんで、あ、なるほど、なんかツーリング行く時の待ち合わせスポットだったりとか、この日も平日だったんですけど、何名かオートバイで待ち合わせしてる人いましたね。人気スポットですね。でこちらが、滋賀県から大津市から比叡山に向かって登っている道ですね。いいですね、なんかすごいこうハンドルが、そうそうそう、これこそね、ツーリングムービーっぽい感じするでしょ。はい、します。
で、あの比叡山延暦寺に向かってるんですけども、比叡山といえば織田信長が僧侶を焼き討ちしたそんな場所ですけども、まあ、途中こういったところで休憩しながら写真を撮ったりするんですけど、こちらが比叡山の山中から望む琵琶湖。めっちゃいいですね、すごい綺麗、うん、で比叡山ドライブウェイって有料道路なんで、あのすごい道が綺麗だし、対向車も ほとんど来なかったですね。でもひたすら右へ左へこうワインディングが続くんですけど、これは本当にバイクだからきっとすごい楽しいだろうなっていう。そうですね、すごいしますね、これ車だったら、ね、右に左にってもう、もういい加減もう嫌になるよね。ちょっと結構嫌になるかもしれないですね。やっぱりオートバイの楽しさって、うん、コーナリングの G を楽しむのも一つあって、やっぱ直線だけだとつまらないんだけど、こういうワインディングを右に左にっていうカーブを切っていくのがオートバイの楽しみの一つでもあるんですね。だもうグネ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 行けば行くほどなんかこうテンション上がっていくみたいな、それはまた車乗ってる人とは違う感覚かもしれないですね。違いますね。あとやっぱその生のこの空気感を味わえるっていうのは本当に大きいですね。確かにね、やっぱ行く先々の香りも違うし、うん、季節によって同じところ走ってもやっぱ違うんですよね。でだいぶこれ比叡山から降りてきて、こっからまた北上するっていう形ですね。そうです、また険しい道をずんのほうずんのほう北上してるんですけども、結構なスピードを出しておりますね。それなりのスピードでございますね。はい、もうなんかこの4日目見てるとずっと右左右左ですね。でここ見てこの白いの、この白いのは雪です。これ4月の末のツーリングなんですけど、残雪が残ってて、結構じゃ寒かった、かなり寒かったんですけど、そこはほら、ドカティの3レイヤーウェアしっかり着てで暑いとベンチレーションを開ければ風がスースー入っていくし、寒いとピタッとこう、チャック閉まっちゃえば中で保温してくれるので、調節もそうです。やっぱり標高の高いところ低いところ、うん、で都市部とこういった田舎道だとだいぶ温度差があるので、そこはベンチレーションとか中を何枚着るかとか脱ぐかとかで温度調節しながら走れたんです。すごい快適は快適でしたね。あ、こういう田舎道いいでしょ。いや、めちゃくちゃいいです。これあのね、柳さんだったら車で引き返すぐらいの。そうですね、もしかしたら私と車削ってるかもしれない。大脇が。そうですね、ガリガリになってるかも。相当運転下手くそだ。可能性があるぐらいちょっとヒヤヒヤする道ですね。で、今、余呉市のオートキャンプ場に向かって、こちらがキャンプ場なんですけど。すごい開けております。これ、冬はゲレンデになってるんで、まあ、リフトがあったりとか、ね、スキー場なんですよね、はい、で夏はすごくキャンプ場に適した場所。あれちょっとあれあなんかね、黒いねうんちがいっぱい転がっちゃうんですよ野生の動物ですかね。そうここで寝るのかと思って。あ、確かにまあすごい、まあ、ある意味大自然あふれる、大自然あふれる場所でキャンプということで、で今回2回目のソロキャンプ、はい、ソロキャンプなのにお隣さん、お隣さんは割と近い、ね、もう映っちゃってますねソロキャンプなのに。そう、まあでも慣れたもんで。あ、でもそうです。テキパキと組み立てはそうそう、やったことあるキャンプないんです。あ、じゃあもうこう、うんこまみれの大地に寝たことはない。ないですねないです。今度ぜひ。そうですね、ちょっと味わってはみたいな、ちょっとそのうんこさんはちょっと遠慮したいですけど大自然、まあ、向かってね、大自然の中で寝泊まりするのも、うんうん、オートバイのソロキャンプツーリングならでは
かなと思いますね。で設営も本当に簡単にできて、本当にサクッと立っちゃいましたね。そうなんですよ。でこの絵がやりたかったんですよね。またいいね、おしゃれでしょ。ルービーと一緒に、これゲレンデなんで一見してこう平行に見えるけどめちゃくちゃ斜めなんで、ああ私結構高いがちょっとおかしくなります。椅子もたれようものならその後ろにバーって倒れちゃう。まあこんな感じでご飯も作ったりとかして、まあインスタライブも夜ね、うん、やって、でこれお客さんから差し入れしていただいた吉野家の牛丼の缶詰とか、チョイスがいいですねでこれ次の日の朝モーニングコーヒーですよ。キャンプ場でモーニングコーヒー、これもちょっと斜めなんですね。これ斜めです、ね、だいぶ踏ん張ってますでこれホットプレートサンド、あサンドメーカーで、サンドメーカーで、はい、マフィアで、まあ、デイ4が終了ということで、ウッディーバル用語キャンプ場で一夜を明かしたというのがデイ4でした。デイ4素晴らしいです。初めて見てどうですか。いやめちゃくちゃ初めて見たんかいバレてるかな、やばいやばいやばい初めて見た感想どうですか。いやすごい楽しかったです。なんかバイクで行くっていう醍醐味がなんかすごいわかる感じですね、うんうん、普段ね、お客さんがツーリング行った先の感想とかお土産話とか聞いて想像を膨らませるだけですけども、そうそうですね、本当にあそれ聞いて、あ楽しいんだなって終わりでしたけど、今見て、あこれは楽しいわ。今までにないジャンルじゃない。はい、ないです。女性ってね、なかなかアドベンチャーでツーリングとか、うん、それこそキャンプっていうのもないと思うので、ないですね、こうなかなか踏み込むのにちょっと勇気がいるところといいますか、うん、でもね、うちのお客さんでも女性でソロキャンプツーリングやってる人いますよね。全然いらっしゃいます、うん、女性いますね、はい、なのでもうぜひ男性の方もキャンプツーリング行ったことない方は、まあ私初心者でしたけども、なんとか形にはなったのでトライしてもらいたいなというふうに思います。で次ですよ、ツーリング5日目が、まあ、今回のツーリングのメインイベントと言ってもいいぐらいで、うんうんうん、何かっていうと千里浜渚ドライブウェイというですね、はい、いわゆる砂浜を走れる場所があって、そこに行ってきました。いよいよ石川県を西側の沿岸沿いを走って能登半島の最先端まで行って、次はちょっと下った七尾市っていうところまでの5日目ということで、うん、もうこのね、千里浜渚ドライブウェイはめちゃくちゃ面白かったんで、オートバイ、まあ、車もそうですけど、ビーチを走るっていう想像もつかないでしょ。ないです。そんなところがあるっていうのは知らなかったです、ね、車もたくさん走ってて割と観光名所なんで、知ってる方はあああそこねっていうふうに思うと思うんですけど、あのオートバイでも走れて、ただ砂浜なんでサイドスタンドで立て読むなら潜る潜る、ハンドルも取られるしあでもそれがまた面白かったし、ムルティストラーダ V4 の良さがものすごく発揮された。初めてその砂浜でオフロードモードを使って、これがまさに公道でスポーツツーリングもできるし、うん、オフロード走行もできるムルティストラーダの良さだなっていうのが存分に詰まってますんで、ぜひ千里浜渚ドライブウェイ編も見ていただけたらというふうに思います。はい、楽しみです。それでは、はい、最後に柳瀬さんから視聴者の方へ一言。ぜひ次回ももう魅力満載なので見てください。初めて見たらあげる次回も見てください、はい、次回も、はいはい、必ず見ます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。